ご視聴ありがとうございます。今回は栃木県足利市に鎮座する1200年以上の伝統と歴史を持つ足利織物の守り神であり、織姫山の中腹に立つ朱塗りの美しい神殿は足利名勝の一つともなっている織姫神社と、雨上がりにしか見ることのできない幻の滝と呼ばれる栃木県矢板市の白地の滝を紹介します。はじめに、織姫神社の創建は、宝永2年、西暦1705年に、足利藩主であった戸田忠利が、織物の里として1200年もの歴史がある足利に、織物の神社がないことに気づき、伊勢神宮の直轄であり、天照大神の絹の衣を織っていたという、皇太神宮内宮の、神羽鳥旗殿神社から、織師天皇皇子皇子と、職女天野屋父姫の皇子の二柱を、現在の足利市通り4丁目にある八雲神社へ合祀して、その後、明治12年に、現在の織姫山である旗神山の中腹に織姫神社を遷宮したのが始まりとされています。織姫神社の元宮となる八雲神社が足利市内のどの八雲神社かは分かっていませんが、伝わっている通り4丁目に八雲神社はなく、動画冒頭の八雲神社は通り5丁目で、隣接する織姫神社の大鳥居の正面となる駐車場が通り4丁目なことから、推測ですが、駐車場の敷地がもともと八雲神社の境内だったとすれば辻褄が合い、通り5丁目の八雲神社が合祀されていた元宮だとなります。もし違っていたら知っている方はコメントください。通り4丁目の八雲神社は上宮である緑町の総社八雲神社の下宮となります。足利市八雲神社と聞いてピンときた方がいると思います。森高千里の名曲渡良瀬橋に歌われている八雲神社は、森高千里が1993年に新曲をリリースする際、特にイメージが湧かず困っていた頃、橋の歌を作ることにして、地図を広げ、言葉の響きの美しい川や橋を探し、渡良瀬川という文字が気に入ったことに端を発し、足利工業大学でライブを行った経験から、足利市を裁縫して橋の周辺を散策、そのイメージを使って詩を書きました。その後、曲のヒットもあって足利市に訪れて、足利市の八雲神社3カ所を参拝したうちの一社でもあり、その時の様子は YouTube で見ることができます。織姫である御祭神の天野屋父姫の皇子は、古後周囲に天照大神が天の岩屋に隠れた際、狼に献上する着衣神味噌に鍛えを負った神とされ、また天照大神が高間ヶ原にいる時、桑の木を天の神山に植え養蚕し、その剣士で狼の衣を作った神と言われています。織姫神社の社名が表すように、天の皇子の皇子と天野屋父姫の皇子は、七夕の彦星と織姫とも言われていますが、足利に伝わる七夕伝説は一般に伝わる七夕伝説とは少し違っています。昔、この足利市に住んでいた若い娘が、都から来た若い織師に機織りを習っていました。二人はしばらく互いに思いを寄せながら楽しく暮らしていました。ところが時が過ぎ、若者は都に帰らなければならなくなりました。若者が帰った後、娘は若者を恋しく思うあまり、機織も手につかず、離れてしまった若者と会えることだけをひたすら願い続けたのです。ある日、白いひげを生やした老人が娘のところに現れ、娘よ、お前が一生懸命に旗を折って神様に捧げれば、必ずお前の願いは叶うだろうと伝えました。その言葉を信じ、娘は懸命に旗を折り続けました。すると娘の願いが叶い、1年に1度七夕の夜に織師に会えるようになったのです。織物は縦糸と横糸が織り合って織物となることから、惹かれ合う男女2人の神様を御祭神とする織姫神社は、縁結びの神社と言われるようになりました。また織物を作る食器や機械は鉄でできているものも多いことから、全産業の神様と言われ、7つのご縁を結ぶ産業振興と縁結びの神社と言われています。社殿の夜間ライトアップが美しいと SNS により拡散されて有名になった拝殿は、たるきより上を木造とした鉄筋コンクリート造の建物で、長林寺本堂、小西旅館別館、村比神社本殿、深川不動堂本堂、浅草観音堂、野田神社の改築などの設計でも知られる天才建築家の小林福太郎氏によって設計されました。中央の拝殿両側に玉楼を配し、朱色の建築が緑の山並みに映え、ひときわ鮮やかに目に残ります。社殿は宇治の平等院鳳凰堂を模したとされ、陸の竜宮城とも称されています。
足利のシンボルといえる織姫山は標高118メートル、本殿はその織姫山の中腹である標高80メートルに鎮座しています。一の鳥居である大鳥居から229段の石段を登ると縁が叶うと言われ、幸せを呼ぶ愛の鐘や女坂に奉納された7つの御利益を表すカラフルな7色の鳥居が出迎える縁結び坂。恋人と2人での参拝なら社務所で愛の鍵と呼ばれる南京錠を手に入れて愛の誓いを書いて奉納すれば、2人の愛が永遠に続く御利益が、そんな新たな伝説を作る主人公になれる幸せとロマンがあふれる神社が織姫神社です。最後に天才が設計した美しい現代建築の妙を堪能したら、おすすめの参拝コースはスサノオと櫛灘姫を祀る足利市の八雲神社巡りですが、もし車なら断然古代巨石信仰と神道仏教の集合している名草厳島神社です。ですが今回はせっかく栃木県まで来たので、雨上がりで晴れるという条件が揃わないと見ることのできない幻の滝と言われている御白寺の滝に行きました。正直想像の斜め上を行く遠さで織姫神社とセットのドライブはおすすめできませんが、雨上がりという条件の上で滑りやすい足元の谷を必死で下った苦難の末にたどり着くコバルトブルーの滝壺に流れ落ちる美しい幻の滝は素晴らしいの一言。白地とは壺のことで、澄んだ青い滝壺が枯れることはありませんが、普段は沢の水が少ないためなかなか美しい滝の姿は見ることができない幻の滝、そんなお白地の滝に向かいます。